平成20年5月5日子どもの日、香川県高松市において平成20年度全国名流銀剣士武道大会が行われました。本日は第2部で披露された各流宗家会長の吟詠に続いて、第3部地元香川県の子どもたちによる特別企画さぬき寺を訪ねての模様をご紹介します。22番養老漠仙、久保田神父、岐阜。23番6歳、伊藤鉱石、福岡。
24番津戸に白帝城を発す若原宝州兵庫白帝西雲の冠5番竹里館田村花風山口6番一斉の陣田中学徒長崎
ればその学心鹿児島8番の山口学生様はご病気のためご欠席でございます。29番壇の浦を住む三田梅宝愛媛予想
大社絶句涼子の氷佐々木一慶京都1番次世広重幸福山口国のために
憲法は1947年に総同心氏が肉体も精神も健全で頼りになる自己を作り、自分と同じように他人の幸せも考えて行動することを目指す人づくりのための行として創始しました。香川県の多度津町に本部があり、現在では日本国内2900支部、海外33カ国に活動の輪が広がっています。本日は少林寺拳法高松北支部の山下淳也さんはじめ6名の方が名流大会のために演舞を披露してくださいます。どうぞご覧ください。Hey!
第3部をご覧いただきました。さて、ここで第3部の朗読で読まれた栗林公園をご紹介いたします。栗林公園は江戸時代の1620年頃、さぬき領主によって造園され、その後水戸光圀の兄である高松藩主松平頼重に引き継がれました。そして松平家が5代にわたりおよそ100年をかけて完成させたのです。こちらは茶室として使われていた菊月亭、名前の由来は湖に面し月の眺めが良いことから、唐の詩人雨量氏の水を菊すれば月手にありの一句を取ったものと言われています。番組では明日からも第2部と第3部の続きを順次ご紹介していきます。どうぞお楽しみに。